お世話になります。一人でございます。第四世代ダイヤモンドパールの代名詞的存在である謎の場所は誰もが知っているかと思います。私は最近謎の場所についていろいろ調べているんですが、実はこの謎の場所で孵化した卵ってちゃんと謎の場所で帰って出会ったと表記されるんですよね。となると生まれるわけないところで生まれたポケモンは正規のポケモンとして認識されるか気になりますよね。ということで今回は謎の場所で生まれたポケモンはポケモンホーム剣盾に送れるのかを検証していきたいと思います。なおこれは非常に危険なバグを使うので、やる際は自己責任でお願いいたします。はい、じゃあ実際にやっていきたいと思います。まず私どんな卵を使っていくかと言いますと、 P ですね。ピッピから産ませた P をね使ってやっていきたいと思います。こいつがその卵なんですが、今現在どんな様子かと言いますと、育て屋夫婦からもらった不思議な卵と、これはまあ普通ですね。ということでいきましょう。普通に行きまして、ここから登っていきましてと、でどんどん行きますよと。もしじゃあここから普通に波乗りしてやっていきます。ここで波乗りですね。で毒クラゲさんで波乗りを使っていきますと。でここは普通にもう当たり前のように行きますけどやっていきますと。でここは普通に降りて、まあこれ多分ねどこ行ったって別にいいんですけど、私は今回は左側行きます。ここもう何回も行ってるんで私、で一度試した時にもここが一番やりやすかったのでここで行きたいと思います。はい、それでまっすぐ行って左上ですね、例の場所で行きまして、ここずっと行けばその花畑が来まして、その後にね謎の場所来ますので、多分これその花畑で産んだらその花畑ってなるんでしょうね。多分おそらく確かこの後あたりに謎の場所ありますんで、ここで、ひたすらねやっていきたいと思います。謎の場所で、まあここ先行くとテレビことぶきになっちゃうんで、このちょうど間のとこでね謎の場所のとこでずっとこうやって孵化作業をやっていきたいと思います。結構しばらく歩かないと無理かもしれないですけど、とりあえず何回もやっていきたいと思います。そろそろ来てもいいんじゃないか。あやべ横行っちゃった。あやべ横行っちゃった。バカした。大丈夫かな。いや怖え。まだめっちゃ時間かかるじゃん。オッケー来た。来ましたね、ようやく来た。オッケー来ましたね。ちゃんと来るかな。オッケーちゃんと生まれるのは私ちゃんと確認してますからすでに生まれましたね。謎の場所で生まれたポケモン、これ強さ見るやっていきましょうか。これどうなってるかと言いますと、ほらこのように2011年2月20日謎の場所で帰って出会ったという感じで、こんな感じでちゃんと謎の場所で出会ったっていうことになるんですね。でこれどうやって抜けるかっつうと、先行けば大丈夫のはず。ちょっとさっき横行っちゃったからねできるかわかんないですけど、自転車を使ってね先まで行って、戻りの洞窟から穴抜けの紐を使えばね多分行けると思いますので、私これ他の動画でも上げてるんですけど、脱出方法を調べておいてよかったです。はい、ここに来ましたらバックから、穴抜けの紐を使っていきます。さっき横行っちゃったんだけど大丈夫でしたね。なんとかすげえびっくりしたわさっき。オッケーオッケー、これで抜けていきますと。ちゃんと来ますね。まあ別に抜けなくても多分送れると思うんですけどね。これで送っていきたいと思います。とりあえずここでレポートだけ書いておきましょうか。はい、じゃあ交換やっていきましょう。ヘイファンタスティックトレーナーとレイのやつでね、オッケー、カムヒア、ここに立ちたまえ、レイのね文言をいただきまして、これでやっていきますよ。はい、じゃあここでやっていきましょう。 DS ダウンロードプレイ、正直言ってここはいけると思います。今までも全然いけてたんで普通に問題なくねいけると思うんですが、やっていきたいと思います。 OK 来ましたね。 OK、 あこれいけますね普通にいけるじゃん。これ黒くなってるやつはいけないんですよね、持っていけないんで、これ余裕で、余裕のよっちゃんでいけますね。 P 持っていけたついでにメタモンゲットしてたからメタモンも持っていっちゃおう。普通にやっぱいけちゃうんだ。ここは何のあれもないですね、そういう制限も。やっぱりロッケー行くぜ。ここか。オッケー、ナイス、上手くなったなこれマジで。オッケー、余裕で終わらせましたね。いいよ、これでできましたね。オッケー行こう。グレートグレートファンタスティックっていうことでね。あいますね、ちゃんと来てますね。これマジックガードの P 来ましたと様子を見る。アシンオチョウから、あ、謎の場所のもう状態も消えちゃいましたね。ただこいつ謎の場所状態でも持ってこれるということでございますと。じゃあもう一個ね、これ行くか、ポケムーバーもやってみましょう。はい、じゃあポケムーバーで送っていきましょうと。え、エラーが発生した。え、マジ？え、どういうこと？え、
やばくねこれ。もしかして、ちょっと待って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 、ぶっ壊れてる可能性ある？もしかしてワンちゃん。あ、行ったか。よかったよかった。ぶっ壊れたかと思った。マジで大丈夫だよね。ポケモンバンクに転送したポケモンは元のゲームソフトにも、オッケーオッケー、わかったわかった。あ、ボックスの中に転送できないポケモンが含まれています。これ多分ダークライのことだと思うんで大丈夫だと思うんですが、あ、ピーいますね、ピーいる。これ持ってっちゃいましょうか。よかったよかった、できたし普通に。あぶね、さっきエラー出たから何事かと思ったけど、オッケー、普通にできましたねこれは。はい、じゃあポケモンバンクやっていきましょう。まず P ですね、こいつが一番重要だと思うんですけど、あ、ちゃんと送れますね、別に普通に余裕でいけますと。なんだよこれ、普通に大丈夫じゃん。オッケー、これで完了ですね。レポート書いて終わりましょう。そしたらやっていきましょう、ポケモンホーム引っ越しを始めると。はい、じゃあこれで選んで確定と。これで持ってきますね、いったかな、引っ越しを始めますと。オッケー、オッケー、じゃあポケモンホームで確認していきましょうと。ここで、ソードと連携しちゃいましょう。はい、ということで P ちゃんと表示されてますね。これすげえな、ちゃんと謎の場所さんでも関係なく表示されるという寸法でございますね。じゃあ連れてっちゃいましょう。一応 P とあとメタモンもついでに持ってっちゃおう。 P 普通にこの状態でもいけると。何のバッテンマーク等もついてない状態ですので、地味にすごいと思うんだよなこれ。記録して終わる、やっていきましょう。はい、じゃあ見ていきましょう。ここでポケモンからちゃんといるかね確認していきますよ。あー、ちゃんといましたね、かなりいい、かなりいいすごくいいの。 P 来ました、ゆずきという名前でございまして、マジックガードの特性、はたく甘える、あ、新王地方から時間と空間を越えてはるばるやってきたようだ、少しお調子者ということで。マジかよ、ちゃんと来れましたね謎の場所さんまあでも謎の場所さんってことは書いてないからあれですけど、とりあえずこいつ来たということでね、なかなかいいんじゃないですか。一応戦闘にでも出してみましょう、適当に。はい、こいつと P、 はい来ました、謎の場所さんだけど謎の場所さんかもわからない P 来ました。いや、松から処理で一発でやれた、くそ。私ちょっと怖いんで、この P は逃がしたいと思いますなんか怒ったら嫌なんで、一応謎の場所さんですがちゃんと逃がしました、怖いんでということで検証結果、謎の場所で卵が孵化されたポケモンは剣盾まで普通に遅れてしまうでした。まあこれは遅れたとはいえ、送った後に謎の場所で帰ったとかの表示がないため本当に意味がないんですよね。ですので私の心は空虚のような感じになってしまいました。まるで心が謎の場所に行ってしまったような感じですね。